本日2024年10月14日13時14分なんですけども、まあ、昨日の、ボクシングの試合等に関しても、前編で述べさせていただいていますが、今ちょっと YouTube の方でどういうふうな状況が起きてるかっていうところ、こちらちょっと撮影して、説明しますね。これ10月12日なんですけども、580円の、プライムビデオの方なんですけども、正規では、600円なんですけども、これがオリーブっていうカードか何かに切り替えることなのか、ちょっとよくわからないんですけども、580円という値段に、ちょっと割引があるところはあるんですよ。20円だけですけども。で、そういう請求が来てはいるんですけども、7月の12日か、17日、これぐらいの、この辺ぐらいまでは、引き落としされてたんですね。ちょっとここ画面の照り返しがあってちょっと表記しにくくなってるんですけども、撮影した時点でもう照り返しがあったので、ちょっとここなかなか見づらいんですけど、600円か580円です。で、そこから先なんですけども、オリーブというカードに、三井住友銀行のビザカード、デビットカードなんですけども、オリーブ機能に設定とデビットモードに設定とか変えれるんですよ。で、そのオリーブ設定にしてから引き落としが効かなくなって、で、一応口座にお金はあるんですけども、で、一応その YouTube もいろいろ調べると、無料で見れるものと、そうじゃないものがあると。だから多分これ請求は来てるんですけども、引き落としができていないっていう状況で、で、これ、いろいろ対応しまして、一応、これで物事が進むんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっと今 iPad の方を開こうとしてるんですが、これ Apple からの領収書ですということで、あれ ?11 月12日になってる。おかしいですね。なんかこの間10月28日になっていたりとか、もうデータが変わってるのかな。そのこの何がどうって、Apple ID 確認リクエストが、確認されましたという内容なんですけども、そのカードの末尾とかをいろいろと変えたりとかして、自分で、現在のカードの内容に切り替えたりだとか、そういうような形にはしている状況なんですけど、これね、以前も一応警察の方に言いに行ったんですけども、三井住友銀行の、今、電子機能で、ちょっと待ってくださいね、暗証番号とか見せるわけにはいかないんで、画面、ちょっと別のところを映して、今、暗証番号を入力してるところなんですけど、この辺のところでもね、こちらの方ですね、オリーブのクレジットモードに設定中で、580円、10月28日、28日にお支払い金額ということで、まだ14日なんですけども、この辺のところはね、カードが、ものすごく、ややこしい状態になってるんですけど、ただし、ちょっとね、580円で、Amazon とは書かれてなかったとは思うんですけども、ちょっとね、580円での引き落としが、見受けられる月もあったんですよ。その7月十何日以降で。これですね。9月の26日、2024年。24は2024年っていうことです。引き落としはされてるんですよ。いきなり画面ぼかし
勝手にかかったでしょ。だから今の IT の社会で、これ勝手にね、都合の悪いことなのか何なのか、三井住友カードでカーってなったんですよ。で、これ一応この580円っていうものを、こう、他のところの月で探してみても、まあ、ここ今8月のところなんですけども、特に580円っていうものは、まあ、見当たらない状況なんです。で、以前、もともと、こういうふうな形の表記だったんですよ。580円。これが Amazon プライムビデオ。まあ、Amazon プライム会員だと思うんですけども、まあ、だから、その、一番その、何が問題かって言ったら、Amazon の方に、問い合わせる電話番号に関して、インターネット上で、その、カスタマーセンターだとかを入力して、Amazon、カスタマーセンターだとか入力して、一応電話番号出てくるんですけども、さらにその先をずっと辿っていくと、もうその電話番号は全部使いませんっていうことになったり表記されてるんですよ。で、その唯一電話がかかるとすれば、アマゾンとは違う、アマゾンが委託してる配送業者さんの方に、その配達状況が届いてるかどうかの確認の電話だけで、じゃあアマゾンプライムビデオの方の電話は誰が受けてくれるんだと。こういうことになるんですよ。人間が対応しなかったら、今何が起きてるかって言ったら、その、三井住友さんのそのカードで、オリーブっていうものに切り替えてしまったがゆえに、企業落としとかのところがもうごちゃごちゃになってると。で、これ、まあ前から国会でも、その IT 関係のところでもうこれ以上増やさない方がいいっていう話を、だいぶ前からされてたんですけども、これはまあ、国会中継とか見ていても、ニュース見ていても、言ってることの意味が全然わからないんですよ。で、自分がいざ加入して、あ、こういうことだったのかっていうことになるんですよ。で、そのアマゾンさんの、その、チャットでの入力、まあ、文字を入力して、まあ、受け答えをするようなものがあるんですけども、それ、チャットといっても、その自分で選ぶんですよ。文字を入力するんじゃなくて。で、その中に、そういうふうにカードを切り替えたときに、引き落としが、うまくできていないだとか、そういうふうな、内容が、見当たらないんですよ。もうずーっと延々と、例えば昨日も、そのボクシング世界戦17時、からが、YouTube、まあ一応無料でも閲覧できる形でしたけども、まあ多分日本国内で試合してるから日本人の人は無料で見れるものが、まあ例えばアニメとか、映画とかに関してもそうなってるんだと思うんですよ。日本制作だから。だと思います。か、もしくは有料の時にお金払って見たものに関しても次からは無料で見れるだとか。多分そういうことだと思うんですよ。で、今回はむしろどちらかというと警察官の人とか、まあ、ボクシング業界のその人たち、プラス、まあ、プロ野球界もそうなんですけど、まあ、昨日のロッテさんの試合に関しても、途中で日本ハムさんに、逆転されてしまってるんですけども、14時から試合開始だったと思うんですね。で、まあロースコアでしたから、まあ9回ぐらいまでは、まあ3時間経過するまでに多分ほとんどのケースの場合ではもうそれぐらいの時間には到達してるはずだと思うんですね。で、17時ぐらいに僕、丸亀製麺に、まあ、持ち帰り用の、うどんを買いに行ってるんですね。で、食べたのが、まあ、17時ぐらいに家を出て、まあ、買いに行って、で、食べたのが17時、15分、20分ぐらいなんですよ。で、これは以前から言ってるプロ野球界の食事をしたらどうこうっていう話なんですけども、1点取られるっていう話。で、まあ対戦相手は日本ハムさんですけども、途中で、その、特別その、を調べようとしなかっても、こうパソコンの、
と、そのインターネットの画面開いたら自動でその試合の途中経過っていうものが自動で見えてしまうわけじゃないですか。例えばこういう風な形でもうこれ自動で出てくるので、もうちょっと映しときますね。でこの欄に阪神タイガースとかの試合のあの経過っていうのはあの表記はされてないんですよ。ライブ中継っていう表記、点数のところが。で一番下に昨日の私の画面では、ロッテ2対0って表記されてたんですよ。だその1点取られてしまう話に関しても、それまあ、 あの2対0だし大丈夫だろうと、まあ、そういうような形で、まあまあ、それは昼食になってくるんですけども、まあ、買いに行ったんですね。まあ、けどそれがいつの間にか同点になっていて、で、だからそれぐらいの時間の頃には2対1か2対2になってた可能性があるんですよ。でその17時20分か15分ぐらいに、まあ、うどんを食べたと。だからそれによって、日本ハムさんが勝ったと、まあ、そういうふうな試合展開になってしまっていたっていうことなんですね。で、まあ、そこがだからそれはボクシング業界の場合はどういうふうな影響が出てくるのかちょっとわからないんですけども、まあ、プロ野球業界とかメジャーリーグとかもそうなんですけども、まあ、待っていてくれるだとか、試合を見るまでだとか、まあ、そういうふうな、まあ、ルールというか内容のものもあるにはあるんですよね。だからまあまあ、国内のことだから国内の件で、まあ、責任を持つみたいな形でそういうようになっていたのか、だからインターネットの表記の仕方とかでも嘘を書き込めば、嘘を書い、だから今のテレビの放送と同じなんですよ。嘘を言ってるのに高額所得者になってるわけじゃないですか、アナウンサーとか。一般の仕事に行ったら分かると思いますけども、年収400万円以上から高額所得者なんですよ。だからまあ、インターネット上もそうですけども、嘘を書き込んだ方が優位になるっていうのが、それはちょっと変なところじゃないですか。だからまあ、あとはまあ、今回の件に関しては、まあ、アマゾンさんの話に戻りますけども、アマゾンさん の、 その本当はあのカスタマーセンターというところで電話に出る者がいてこう対応するような人がいなかったら、それもあの IT 関係の専門家の人じゃなかったら多分みんな対応できないと思うんですよ。さっきの画面見てもらったら分かる通り、まあ、請求何月何日に580円600円っていうのがこう来ていると。で片やこちらとしてもどう入力したら先進めるのかっていうところで、Amazon さんの画面開いてずっとそうなってしまってるんですよ。でこれ入力とかもう終わって、先ほど銀行の表示で10月28日に引き落としの予定みたいな形で出てきてるんですけども、 Amazon さんの方の画面で見ると支払いが停止されてますっていう形の表記がずっと出てくるんですよ。Amazon プライムを再開するとか、銀行のカードの入力とかを再設定しても、同じような表記になるんですよ。だから、今の世の中、自動化が進みすぎて、人間が対応しなかったら対応できないのに、次々アプリとか新しいものを作ってしまうでしょう。そしたらどうなるかっていうと、誰も対応する人間はいなくなってしまうんですよ。だからこれがそのインターネット上とかのその自動化の一番ものすごく厄介なことであって、だからまあだからまあ本当の人口をまず発表してその、YouTube のプライムビデオとかの会員さんも世界中でどれぐらいいらっしゃるかだとか、で、それに対してどれぐらいの経費がかかってるだとか、普通の Amazon
ていう会社自体もそうですけども、その物品をその売買してるところですね、そのパソコンだとか家電製品だとか iPad だとか、まあ、Android 端末とかもそうですけども、まあ、ああいったものも中古のものとかもあって、まあ、エコロジー、まあ、要するに資源を大事にするっていう考え方の方向で、まあ、そういうふうな形にして、まあ、安くして、まあ、そちらの方をできるだけ、利用してもらうっていう考え方だったんだとは思うんですけども、その、まあ、今の IT 関係のところでこれ必ず人間が対処しなければなりませんっていうような形を、うん、まあここから先は国会議員の人たちの、まあ、立法府によるところの対応だと、まあ、もしかしたら今の法律でも現行的にはそうなってるのかもしれませんけども、僕もちょっともうその辺のところわからないんですよ。今までの判例とかもいろいろあるでしょうし、どう考えてもコンピューターに何でも任しすぎなんですね。だからプライムビデオ自体の再開もできなく今なってる状態なのと、まあ、先ほど の10月28日 その請求に関してもそうですし、これもう何がないやろ、もう分からないとしか言えないんですよ。これでちゃんと引き落としがされるのかどうかだとか、このままその支払いが停止されてますの状態のままをずっと繰り返して請求が来るのかどうかとか、だから Safari の方じゃなくて Gmail の方ですね。 Gmail の方ではだから領収書に関しては先ほども映しましたけども、ちょっと待ってくださいね。11月の12日でしょう。だから銀行のカードの方では28日でしょう。だからもう、だから特別こうバグっていうわけでもないんでしょうけども、だからいろんなものを作りすぎることによって、もうみんな対応がややこしくなりすぎていて、何がないやらよくわかりませんっていう人たちの方が多いんじゃないですか。だから、まあ、会社の方はアマゾンさんなわけじゃないですか。かたやけど、銀行の口座を管理しての銀行なわけじゃないですか。じゃあ、その、銀行の情報とか、そのシステムをよくわかってる人が、その、アマゾンさんで仕事をして、対応しなきゃならないみたいな形になると思うんですけども、最近の三井住友銀行さんに行った時に、そのオリーブっていうタイプのものにデビットカードからまあ、タイプを変える、設定を変えるみたいな形になるんですけども、そちらの方に変えた時ですね、その対応された方に聞いたんですよ。三井住友銀行の方ですかと。いえ違いますと、 IT 関係のものですと、まあ、そういうふうな状況だったんですよ。だからその、まあ、自分でもいろいろ扱ってみたんですけども、例えば、まあ、三井住友さんのその銀行のものに関して全部同じ表記なのかどうかわからないですけども、他の関係とかでも見受けられたことなんですけども、スマートフォンの画面とパソコンの画面と iPad の画面でちょっとだけいろいろ違ってたりとかするんですね。だからその辺のところで、あれどうだったっけ、こうだったっけ、あれ確かこれ良かったはずなのにみたいな形に、まあまあ、まず一般的な消費者っていうのは、陥りやすくなります。で、どう見ても変ですよね。10月の28日と、かたや銀、いや、Gmail の方が11月の15日。この間は10月の何日かだったんですよ。で、あと、途中の月で、7月17日以降停止してますのはずなのに、
なんか580円で引かれてるところがあったでしょう。で、その辺のところで、以前、みずほ銀行のニュース、皆さんご存知な方はご存知だと思うんですか、サイバー攻撃を受けてシステムダウンだとか、それその、とはどこからどこまでがそのサイバー攻撃なのかよくわからないんですけども、まあ、例えば、パソコンの、セキュリティで、例えばノートンっていうものがありますけども、それとは別のセキュリティのものを入れてしまうと、その、セキュリティ同士で喧嘩が始まって、おかしくなる、パソコンがおかしくなるとか、まあそういうような話も聞いたことあるんですよ。だから、だからこの例でいくと、三井住友さんのビザカードだとは思うんですけども、まあ、ビザっていう形で世界中で統一してるのか、まあ、内容もデビットモードとかもあるんですけども、だからそちらの方がメインになって、アプリとかを作っていかなかったら、各会社が対応できないっていう話になるんですけども、じゃあ、端末機、まあ一般的な飲食店とか買い物するところだったら、端末機を全部同じもののタイプに統一すればいいっていう形になってくるんでしょうけども、インターネット上で全部はものを、まあ、購入したりだとか、まあ、そういうふうなタイプのものに関して、カードを、切り替えた場合、もう設定の再入力をしてるんですよ。その銀行の、そのカードのタイプとか、だけども、支払いは停止されたままです。プライム会員を再開しますを選んでも、それから先の画面、まだ同じ画面に戻されるんですよ、ずっと。だから、無限ループみたいな形にはまっている状態ですね。だから、それでコンピューターの方もおかしくなってるのか、まあ、それは昨日のボクシングの試合で、日本人同士の選手の試合に関してどう影響したかのところについては、まあ、それは関係ないにしたとしても、まあ、今日、自宅の横に、駐停車違反をしている車を見つけて、まあ、ナンバーを、まあ、メモして、まあ、警察の方に、まあ、言いに行ったんですけども、一つの原因は、もしかしたら80歳前後の老人の方が、運転されていると、もうヨボヨボの方が。で、まあ、これもさすがに言っておいた方がいいだろうなということで、もういずれの問題ですから、別にヨボヨボの方でなかったも、去年もそうなんですけども、ここの、神戸市北区アリの中町3丁目のこの道路のところ、この線路沿いのところ、すごく危険なんですよ。T 字路が多いですから、車とオートバイの衝突事故は結構あるんですよ。ここ近年だけでも、5年以内で、2回ほど僕、警察に通報はしてるんですね。まあ、救急車の方は大体みんな通報するんですけども、警察の方を通報するのを忘れてる人って結構、いらっしゃって、まあ、怪我したりとかしてますから、血流したりしてますから、それ、自己証明とか、警察に現場を押さえてもらわなかったら、保険効かなくなるんですよ。だから、警察の人も呼んであげなかったら、まあ、大抵の人は、まあ、保険入ってる、自賠責は絶対入ってるはずですし、任意保険も大体みんな入ってると思うんですよ。だから、まあ、その辺で対処しなきゃならないんですけども、左側通行が、やっぱり、教習所でみんな習ってるから、どうしても、まあ、対向車もたまに来たりするのもあって、まあ、左側に、田尾駅から岡場駅に向かって走る人は、左側に向かう、寄るわけじゃないですか。そしたら、T 字路から出てくる車、まあ、特に普通車とかはそうですけども、ボンネットがあって、そこにエンジン積んでるものだから、
いろんな箇所がそうなんですけども、ある程度ちょっと前に出なかったら両サイド見れないんですよ。で、まあその来てるかなどうかなぐらいで、まあ、先ほどちょっとあの録画の容量が足らなくなったので、再度、録画し直してるんですけども、後でまあ、まあ見てる頃には動画つなぎ合わせたものを皆さん、閲覧されてるとは思うんですが、というわけで、まあ、新しいアプリとかあのカードの性質とかも変えるのやめませんかと。で、あと、ただしちょっとそのアマゾンさんの方でもこう気になるところなんですけども、例えばプライム会員に関してのその大会っていうところは、その会員に加入するのを一旦やめますだとか、その辺のところこう簡単に選べるようになってないところがすごく不自然なんですよ。画面の例えば、まあ、右上だとか、まあ、とにかく見やすく大きく入会大会、もうそれだけでもともと良かったと思うんですよ。で、あとはその口座の番号と、あとはセキュリティコードを入力し直すだけで、それ良かったはずだと思うんですね。まあ他にももともと使ってたそのアカウント制作のそのメールアドレスだとか、そういったもので、まあそれは同じものだからつながりやすいと思うんですけど、もう今いろんなものをとにかくつなげすぎてすごくややこしくなりすぎてると思うんですよ。だからこのままさらにカードの性質を変えるようなものを作り続けていくと、まあ、カードだけじゃなくてアプリもそうなんですけども、これはもうどんどん複雑化が増していって、わけわかんなくなると思うんですよ。で、これアップル製品もそうなんですけども、アップルのそのカスタマーセンターの人たちにこう電話かけて聞いたら、なんかちょっといろいろ変な現象っていうのが例えばありまして、例えば撮影した動画を削除した後、写真っていうアプリのところから最近削除したものをもう一回削除しなかったら削除したことにならないんですよ。変じゃないですか。そう、かたやそのデータを、いや、最近削除したっていうものを再度復旧するにはどうしたらいいのかっていう部分もあると思うんですけども、それもあると思います。だけどもそれも iPad の画面からできるようにしといたらいいだけの話じゃないですか。わざわざアプリをダウンロードしなくても、まあ今先ほど先に電波でそういう風にするという声が聞こえてきていましたので、まあ僕が今使ってる iPad は多分第5世代ぐらいのものだと思うんですね。まあ僕もちょっとスマートフォンとかでも何が第3世代で、何が第4世代で、何が第5世代で、何が第6世代でっていうところはちょっと分からないんですね。で、そのあとはテレビの戦闘機に関して、F35 とかの第5世代とかって、あれもともとだいぶ前から、何十年も前からあった話ですから、本当は iPad のこととかスマートフォンのことを言ってたのか、もうエネルギーの残存問題考えたら、今更国免加盟国ばっかりですから、戦闘機作る必要絶対ないんですよ。もともとその大陸間弾道ミサイルを置いておくか置いておかないかっていうところは、隕石を落下してきた時にそれを粉砕するのはどうしたらいいんだっていうような話が、僕は二十歳ぐらいの頃、いやもう少し前の頃からそういうのあったんですよ。で、それ用に作られた映画はアルマゲドンっていう映画で、それが僕は二十歳ぐらいの頃にもう世界中で放映された後なんですね。だからもっと前からそういうふうな話にはなっていたはずで、で、まあ前半の方で、まあ、寺地健志郎選手だとか、井上拓真選手だとか、堤選手だとか、岩田選手だとか、有利涌井選手だとか、まあ、おめでとうございますということで、ああいうような放送、まあ、メッセージを送っ
ってますけども、一応まあ試合の勝ち負け取り組むような形での頭の中の供給とか、そういうふうなことをしてたんですけども、まあ、その前半のところでは、その井上拓真選手が負けたから、その足が、その以前、井上尚弥選手のお父さんらしき人物が来ていた時に足が震えていたのかなのか、その足の震えの理由っていうのがもうちょっとよくわからないんですよ。その負けたことに関しては、それ別に井上さんのところの、まあ、尚弥選手だとか、拓真選手もういろんな選手の名前フルネームで覚えようとしたらもう絶対こうなります。途中で言い間違います。いやもう数が多すぎますから、国会議員の人たちとか、国会議員の人も衆議院議長を務めた兵庫県の尼崎市出身の、河野池さんっていう人がいらっしゃったんです。その人ももともと建築業界の人だったんですね。で、まあ衆議院議長を務めるぐらい、まあ、出世した、まあ尼崎市でいうと出世頭、まあ、今のその最近、まあ、総理になって、まあ、即解散で、選挙という形になりましたけども、まあ、今の言い方だったら分かりにくいと思うんですけども、衆議院選挙の方の、解散だったと思います。その石破さん自体が確か鳥取県の出身の方だと思うんですけども、これ岸田さんの時はそうだったんですけども、あの人広島県出身なんですけど、岸田さんとももともと僕若い頃会ってるんですよ。でもう喋りにくいんだったら言いにくいこととかあってももう友達と思って気軽に言ってくれたらいいからって言ってくれた人で、まあ、どちらかというと人柄かなりいい方の方だったんですね。で、岸田さんが総理になった頃にはもう万博の開催は決まってたんですよ。だからそこをもう世界中とある程度話してしまった以上、まあ、もうだからなんとか万博をコンパクト化するっていうような形でもうこれ済ましてくれっていうことをもうテレビの向かって見ないからの時間中からの心の声や僕が喋っている音声とかで、まあ、僕と岸田さんもだいぶごちゃごちゃっとした内容になってしまったりとかもしてたりだとか、あとは能登半島の地震が発生する前に1月1日2023年なんですけども、もう見るからになんかもう岸田さんの様子がおかしくて、あらこれなんか呪われてるような状態かなと、まあ電波による攻撃というか、もう動きもぎこちないし、足元がこう震えていたりだとか、それ結構喋ってる時よく見たらこうなんか震えてるなとかこう分かるわけじゃないですか。で、まあ、岸田さんはそこをその気丈に振る舞って、年初のその最初の時に、その一気にそういうふうなものを受けて、その年を乗り切るんだっていうようなことを説明してたんですよ。で、心の声で、いや、僕の方も同じような状態になってるんですけども、淡井圭介ですからって言った時に、まあ、そういうふうな返答をしてきたんですね。だからまあ、後からこれが分かった原因ですけども、その2023年に、石川県で、震度6の地震が発生している、かたやテレビの放送で2024年の1月1日に震度6の地震が珠洲市で発生しているっていうことになってるじゃないですか。その呪いがあらかじめ未来の時間軸の人たちが起こっていて、その2023年1月1日に僕たちが震えていたのか何なのか、1日じゃない、1月4日ぐらいかもしれないですね。1月1日はないかもしれないですね。だから、そういうふうな現象とかもあって、震えに関して、だからインターネット上のその凄まじい誤作動とかもそうですし、まあ、前半のところで、言っていた、人間が、こう、神がかり的な力、もうそれもコンピューターが覚えてしまってますから、で、まあそういうふうなところでの、確率的にありえないようなところに何回も遭遇したりとか、そういうふうなところによる震えなのか、まあ、もう一つあるとしたら、その、まあ、以前の動画で僕が言ってた内容が、現場に連れて行って、試合の勝ち負け取り組んだ方が、絶対的に頭の中とかはしっかり行くんですよ。
で、画面が変わったりとかで、内容とかその現場で誰が何を言ってるかも聞こえますし、それに向けての対処っていうのができるから、かつ確率で言うと現場で、取り組んだ方が確率が高い。でラスベガスかな、井上尚弥選手の試合の話、もしまあ現地に連れて行った方が確率は高いでしょうけども、僕英語全くほぼほぼ喋れないんですよ。ほとんどの英語がもうこれ他の基本的に頭がいいとされている、アナウンサーの人とかで、例えば海外に行って、アメリカの法律どうっていうようなこと覚えれそうっていうことを聞いてみたんですけども、やっぱり無理でしたと。日本の法律ですらもう日本人自体がもうみんなほとんどお手上げなのに、それプラス他国の言語プラスそこの国の法律なんて対処のしようがないんですよ、結局のところ。だからそういう意味でも地図も読めませんし、道も分かってませんし、その海外行くっていうことがそんなに簡単なことじゃないっていうことが、その現地に行った時、その道に迷った時ですね、その英語が喋れなかったら、その助けてくださいとかも言えないわけじゃないですか。どこそこへ行きたいんですがとだとか、だからそういう部分での震えなのか。で今はそのエネルギーの残存量問題を真っ先に対処しなければならないのであって、そういう意味でもこいつ海外行く気なんじゃないかとか、そういうふうな形で、その方向性からの足の震えだったのか、ちょっとよくは分からないんですけども、こちらの方の動画に関しては、IT 関係のところでもうだいぶめちゃくちゃになってますね。でこれもちょっと考えすぎかもしれませんけども、人間が考えた内容に要するにコンピューターが反応して電波で、いろいろ言ってきたりしてる部分がありますと、もしくは人間が言ってきてる可能性があると。でそれに反応して先ほどの請求欄だとか、一応 iPad に向かって考えてしまったのは考えてしまったんですよ。そのペナントレーススポーツの勝ち負けしてる時に、その Amazon プライムビデオ、プライム会員に入っていたとしても、映画見たりする日ってまずほとんどの日がないわけじゃないですか。じゃあやっぱりその期間ぐらいは大会しといた方がいいかなとか、そういうようなことを考えながら、けどなんかこれどこに大会の欄があるんだろうって、その Amazon プライムビデオのところから未だに僕それ探せずじまいなんですよ。で、とにもかくにもその Amazon さんの欄のところ、いろんなところをクリックするようなところがあるんですけども、簡単に大会と入会ができるようにしてくれたらいいのに、それができなくなってる。だからその辺のところで、世界の上層部の、首脳会談とかもそうなんですけども、僕の心の声で、アメリカの、方と日本の総理の首脳会談とかで、例えばシンプルイズザベストっていう心の声を送っただけで、もう両者が笑顔になって、さっと握手をしたりだとか、そういう状況なんですよ。もうだから、あんまりもう書類の山が出来上がったところで、もう人間、みんな人間ですから、対処不可能になってくるんですよ。どっかで首脳会談しました、次どこそこで首脳会談しました、あれこれこういう風な話になってます、こっちではああいう風な話になってます、こう次はこう、あっちはこう、で次の予定、次の予定、次の予定、それに向けていろいろ調べなきゃならない、あれ覚えなきゃならない、これ覚えなきゃならない、以前はこうなっていたから多分これが正解だっていうような形で、会談するわけじゃないですか。だからもうみんな物事追いつかないんですよ、結局のところ。昔からそうですけども、国連の、議場で、各国の、首脳の人たちとかは、ある程度時間の範囲を決めていてこう演説したりするんですけども、いろんな国の理事の人たち、世界各国5名までが、代表なんですけども、みんな集まるかっていったらなかなか集まらないんですよ。
で、まあ、主要国と呼ばれるような国の、人の演説の時だけ、集まってきたり、まあ、比較的集まってきたりだとか、まあ、これが世の中の現状で、ちょっとまあ、アマゾンさんの件も、これ、誰か解決の仕方、分かる人いらっしゃいますか？再加入するとき、どう再開したらいいのか、それ、何回こう再開するを選んでも、支払いが停止していますの画面に戻す、その画面に何回も戻されるんですよ。7月17日に。で、あの、請求が何回も来てるところって、まあ、今の Amazon プライムビデオに関しては無料閲覧ですよね。アクセスできるところは。だから、お金を支払わなきゃならないお金がこう、積算されてるわけ。まあ、要するに積もり積もって足し算されてるわけじゃないと思うんですけども、ちょっとね、人間がやっぱり Amazon さんもそのオペレーターが出て、対応しなかった。これ多分無理ですね。そのアップル製品に関しても世代交代がたくさんありますから、まあ、出てきてくれたそのオペレーターの人も別の人に電話変わったりとかして対処してもらったりしてるんですね。その、パソコンだったら OS、まあ、iPad だったら iOS っていう言い方してますけども、その辺のところとかも、いろいろ変わったりとかもあるでしょうから、まあ対処が難しくなっていたり、そのアプリ云々等によって、まあやっぱり会話していて、まあそれはそちらの会社に聞いていただかなければ我々の方ではみたいな形にどうしてもなってしまうんですね。だからその銀行と、Amazon さん、もしかも Amazon さんも世界中にいろいろ進出されてるわけですから、まあ対処難しいとは思うんですけど、やっぱり人間がオペレーターがついて、対応するべきだと思いますよ。ただしそれには相当 IT 関係に長けてる人、日々取り扱っている人じゃなかったらわからないと思います。あとはまあ、シャープエンジニアリングとかで家電製品の修理とかをしていた経験なんですけども、やっぱりもう、いたちごっこみたいになってるんですよ、現場の人たちも。新しい製品、新しい製品がこう出てくるわけじゃないですか。で、まあ、会社戻ってきてから、空いてる時間だとか、まあ、もうこれさ、ちょっともう本当に調べとかな、わからへんからっていうような形で、もう何回もこう図面とか見て、昔の内容はこうだった、ああだっただとか、そういうふうなものを確認しながら、こここういうふうに修理した方がええんちゃうかとか、まあ一応、まあちょっと確認してるだとか、まあそういうふうな。まあ今、僕の状況であとはそういうふうな関係で今生きてるところ、まあ、以前の動画でも言ったんですけど、今、これ、ポリオンっていうテレビを購入したんですね。まあ、生活保護者って、金額から自分でテレビが壊れたら、テレビ買わなきゃならないんですよ。で、このポリオンっていうものを買った時に、ハードディスクドライブ、HDD と呼ばれる録画機器ですね。それを、1TB ぐらいのものをもともと持ってたんですけども、それは以前 の, シャープ製の、テレビで使用できてたんですけども、それをつなげても、録画することができないと。で、一応、新しく購入してみたんですよ。今も 1TB のものってなかなか見当たらなくて、2TB だとか4TB っていうすごい大容量を録画できるようになってるんですが、あんなにたくさん録画しても多分扱いきれないと思いますよ。で、そういうのをつなげようとしてもやっぱりつながらなかったりするんですよ。で、その一応 2TB の方のその表記欄を見てみると、このオリオンっていう会社のテレビも接続できますって
ていう形になってるんですけども、表記上は丸がついてるんですね。まあ例えば他にもシャープだとか、あのソニーだとか、まあシャープさん、ソニーさんだとか、そのオリオンさんだとか、こう丸の表記はいろいろあるんですけども、丸の表記はされていてもいざつなげてみたら無理だったと。で、まあ家電製品の売り場の人に、まああらかじめ買う前に一応聞いてみてたんですよ。で調べてもらったところ、いや何とも言えないです、買ってもらってもあの繋いでも録画できない可能性があるので、ちょっと購入はお勧めできませんっていうようなことあの、まあ、言われてたんですけども、今もう、まあ、今こういう状況なんですよ。だからあの以前だいぶ前から僕は言っていた、そのエネルギーの残存問題とか、その資源の節約の部分で日本の家電メーカーぐらいは日本の家電メーカー全て統合しましょうと。でその中で自分たちの持ってる特許で、まあ安価なものと、まあ、高価なものとかに分けて使う、あの作るだとか、まあ、そういうような形にしておけば規格が合う合わないがありますから、これもう難しくなりすぎてるんですよ。これ誰がどう管理できるんですかっていうようなところで、昔のテレビってすごくシンプルだったじゃないですか。音量があって、テレビのオンオフがあってぐらいじゃないですか。あとはまあチャンネル合わせたりするとき、まあ、ちょっとこうテレビの裏のメモリをこう回して周波数合わせたりだとか、まあ、そういうふうな作業でしたけども、今、まあ、いろんな機能がたくさんついていて、まあ、メンテナンスする人も多分大変だろうなと。その、シャープ製のテレビが壊れた時に、昔は電話かけたら、その、ちゃんと、まあそこで働いてたからよくわからんですけども、従業員のものがちゃんと電話出てたんですよ。で、故障してる状況とかを聞いて、で、おおよそのところで、多分この製品、まあこういうところが多分壊れてるんだろうなということで、あらかじめ製品を持って行って、まあ、相手はまあ素人の方ですから、その人たちからまあ聞いてることだから、まあ、あの、向こうも別に知識があるわけじゃないですから、まあある程度のことを聞いて、あとはある程度の部品を持って、まあ出発して、まあ、いろいろ何件かこう回っていってこう修理するような形になるんですけども、その今もシャープさんも電話かけても人間が出ないんですよ。インターネット上のチャット云々だとか、そういうようなところで、だからその時代と全然逆こうしてるんですね。エネルギーの残存量問題がメインだったはずなのに、家電メーカーの方もその新しく商品を買わせたいように見られてもしょうがないような形になってしまってるんですよ。その方が売り上げが上がるみたいな形で人件費削れる、いやダメでしょうと。なあ、もう一踏ん張り日本の国会議員の方たちに頑張っていただきたいのは、もう元々税金とかたくさん入ってるんですよ、どこの会社も。それに関しては運営成り立ってるようなものありますから、その日本の家電メーカー全部統合するべきだと思うんですよ。例えばシャープとかな、ナショナルパナソニックだとか、なんか僕今間違えたこと言いましたっけ？ナショナルさんが今パナソニックさんなんでしたっけ？ですよね。昔はナショナルっていう名前だったんですよ。だから会社名とか変わり始めるともう絶対こうなります。で、ある程度多分部門分けした方がいいと思いますよ。その元々の生産拠点、例えばシャープさんだったら、まあ、京都の方の亀岡っていうところの工場で、まあ、テレビを作ってると。その生産ラインがもともとあるところで、まあ、テレビを作るような
形だとか、そこはまあ老朽化してそこの工場が閉鎖されない限りですよ。1990年のあのバブルの頃に日本中で余計な工場いっぱい作っちゃってるんですけどね。で閉鎖してます、いろんなところで。で、まあ、それは僕のホームページ淡井圭介の履歴の10番と11番の間ぐらいのところに、他の人たちの動画にアクセスできるようにしています。まあ、もちろんそこを見てもらったらその人たちの再生回数になってくるんですけども、いろんなところの商業施設、49年前から人口少子化なんですよ。人減っていってるんですよ。生まれてきてる人たちがずっと減りっぱなしですから、ほとんどの年が。一時的にこの年は前年と比べてちょっとだけ増えたぐらいはあるんですけども、男性と女性の生まれてきてる人の数が。けどほとんどの年はもうずっと減りっぱなしなんですよ。だからもう49年前と比べたら今もう生まれてきてる人の数が半分ぐらいになってるんですよ。か3分の1ぐらいですね。あ、3分の1は言い過ぎ、3分の2ぐらいですね。3分の1減ってるが今も確かもう半分ぐらいのところまでも来てしまってると思うんですけども、だからもう1990年の手前のあのバブル、まあ1990年のバブル崩壊の手前に人が今しないのに、たくさんいろんなもの必要でもないのに、遊園地も含めてそうなんですが、たくさん作りすぎなんですよ。でエネルギーの残存問題とか資源の奪い合いで第一次世界大戦と第二次世界大戦が始まってるのに、あのしてのことをよく分かってないじゃないっていう話になってくるんですよ。絶えず手に負いにくい社会が余計手に負えない社会に、なってしまってると、まあ、これが世の中の今の実態ですので、うん、まあその辺のところを少しでも、イージーに、していかなかったら、今してることは本当に難しすぎるんですよ。未来の時間軸とつながってしまったり、そのつながってる人は未来の時間軸の人とつながってしまってるわけじゃないですか。であと同じ映像に関しても一回見た時のその受け答えだとか同じような内容を思い出したり、実際会って話した時の言葉を思い出したりだとか、コンピューターにいろんな設定たくさんしすぎなんですよ。でさらにテレビの報道番組に関して撮影してそれをパソコンにデータを移して再生してこう自分でメモを始めたりしたときに、1回再生したときと2回目再生したときで喋ってる内容変わったりしてるんですよ。だから全部 AI の自動です。か、テレビ局でそういうふうな設定をしているのか、一応報道番組で今のところですよ、 100% とは言えないですよ、国会議員の人たちのその総裁選で出てきた人たちの喋ってる言葉に関しては多分変わってないと思うんですよ。これ何回も見てみなかったらわからないんですけども、だからこのむちゃくちゃなややこしい世界とそのだからこれスポーツに関してもリプレイ検証したところで本当は映像変わってるときは変わってますから、もう どちらを信じるの話になるんですよ。まあ今日まあそのこの動画はもともとそのアマゾンさんの件に関しては録画して、まあ国会議員の人たちとか警察官の人たちとか、伝えようっていうところをメインにして今回撮影してるんですけども、あと行政の関係の人たちに、その一つの理由として今日有馬警察署に行った時に、もしかしたらですよ、もしかしたらですよ、もしかしたら畠山孝則さんボクシングで出てた時の名前が、まあ本名は何どういう名前かわからないですよ、
一般社会でも一般の会社でも本名を名乗ってない人たちとか結構いましたから、今まで見てきました。で実は警察官だったと、だとか。まあ畠山貴教さんの黒髪バージョンでの人かなとも見受けられる人を見かけたんで、まあ一応こういうようなことを、まあ、基本的にはボクシング業界へのメッセージというような形で、まあ昨日まあプライムビデオで、試合が放送されてたわけですから、まあこういうようなことを、お伝えしておきましたので、今でも僕よくわからないんですよ。その公務員とそのボクサーを行ったり来たりしてるのか、公務員のボクサーとして出てるのかよくわからないんですよ。っていうのはそのオリンピックの時って自衛官の人がオリンピックに出たりしてるわけじゃないですか。でもともと柔道とかに関しても警察官の人とかももともと確かオリンピック出てましたよね。だからまあ実際そういったことを経験したことのある人じゃなかったら、後からデータが変わったりしてるから、野球に関してはその前半のところの方で説明しましたけども、ボクシングの防衛回数とかも大丈夫ですか、変わってる変わってないとかってありますか。今シーズンもこれ本音でも言いますね、メジャーリーグって日本がその開幕戦ペナントレース始まった時と同じぐらいの時期に開幕してるじゃないですか。けどなんかアメリカでは162試合あるだとか、そのテレビの放送とかで言ってますけども、あの話本当だと思いますか。まあ日本はだいたい140数試合なんですけども、どう思いますか。9月30日ぐらいにはアメリカの方もそのプレーオフだとかポストシーズンだとかそういうふうな言い方の表現で始めてるわけじゃないですか。まあ日本だと、まあ日本は10月の10日ぐらいから、まあ、クライマックスシリーズ、まあまあもう少し言うと10月中旬みたいな言い方になってくるんですけども、あんまり細かく言いますと、だから一郎さんがそのヒットを打った時の262本っていう数字、あの時なんか1メーターって言って、そのヒットを打った時に人間がこう証拠記録を残しておくためにヒット1本打つごとにこう人間がこう変えていたわけじゃないですか。その手書きとかで記録残してなかったらこれ最悪記録変わりません。その河野池さん、衆議院の河野池さんは衆議院議長されていたはずなのに、そのまあテレビのニュースでは死んだことになってるんですけども、まあまあ今生きてるかどうかよくわからないですよ。長嶋茂雄さんらしき人物とこの間今年大阪府の淀川の河川の撮影しに行った時に、枚方大橋ですかね、正式名称をちょっとはっきり今覚えてないですけども、かなり長い橋です。200メートル以上は理想の長い橋なんですけども、まあ自転車に乗ってる長嶋茂雄さんと思われる人がこうやって真顔で敬礼しながら僕の横通り過ぎていったんですけども、
その河野池さんの方の話に戻しますけども、衆議院議長だった記録はなくなってるんですよ。まあ、インターネットのウィキペディアの内容は結構かなり変わるんですよ。例えば安倍晋三さん、日本で一番長い任期の総理をしてもらいましたけど、まあそれはもう僕からの提案で、まあ、外交を固めて云々だとか、まあそういうような形で、まあそれ以上ガソリン車の生産停止、世界中で2035年っていうところまでは話持っていってるんですけど、完全に本当は手遅れなんですよ。ワンサイクル遅れてるんですよ。あの小泉純一郎さんの時に発表して2020年に、停止だとか2025年に停止で、例えば今2035年にガソリン車生産停止は、世界中で話決まってますけども、東京都の方では2030年にはガソリン車の生産も販売も停止なんですよ。販売自体もっていうことは中古車も多分停止っていうことなんですよ。 だって電車バスで交通機関はいっぱいありますから。で、兵庫県の面積と比べて、東京都も神奈川県も5分の1ぐらいしか面積ないんですよ、大阪府も。高いビルはたくさんありますよ。ありますけども、東京都とこの辺とか行ったり来たりしてる人いるじゃないですか、大阪府も。大阪の方の、例えば、先ほどの話の三井住友銀行のところでオリーブっていうものに聞き換えるときに、その聞いたときの相手がね、三井住友銀行の方ですかって聞いたんですよ。でも今、その銀行員の人も、IT 関係でいろんな内容がたくさん増えて大変ですよねっていうような話をしたときに、そのとき、まあ女性のものだったんですけども、対応していた人が、まあ、いや違います、私は三井住友銀行の人間ではなくて IT 関係の人間ですっていうことを言ってたんですけども、なんか顔見たことあるなって思ってたんですよ。で、後から思い出して、もうこの間もすれ違いましたけども、日テレの夕方の報道番組の女性アナウンサーをしてる人です。その行ったり来たりしてる人たちが多すぎて、なんかまあ甲子園出場校の数だとかで、各都道府県、まあ高校の本当の数どれぐらいだろうかなだとか、まあそういうふうなところを、まあある程度判断して、まあまあ、この辺のところはある程度のところは、前輪の地図とか、大倉山の中央図書館とか行ったりしたら、コピーできますから、まあそれで、大体の人口、はまあ、行政の発表している人口は、表記している人口の大体3分の1か、4分の1が、正しい人口なんですけども、あんまり面積が小さい都道府県のところに関しては、多分5分の1ぐらいだと思いますよ。その他の都道府県から来てる人たちが実際たくさんいるわけで、特に東京なんか本社が東京にばっかり集まってる部分あるじゃないですか。で、各地方から、まあ、兵庫県からもそうですけども、まあ、僕の弟もそうだったんですけども、東京とかの神奈川県だったかな、野村証券に就職して、一回本社で仕事して、また地方に戻ってくるっていうケースだったんですけども、遠征組が多いわけじゃないですか。だから実際そこで生まれ育った本当の人たちの人口っていうのは、東京都と神奈川県と大阪府に関しては、3分の1とか4分の1じゃなくて5分の1ぐらい見といた方がいいんじゃないかなとは思います。一応まあ東京都の高校の数は兵庫県の高校の数、甲子園の出場を目指す大会にエントリーしてくる高校野球の人たちの高校の数ですけども、兵庫県の一応倍ぐらいですね。で、一応人口は多いのは多いんですけども、兵庫県と比べて。ただし、表記してるほどの人口は絶対にいません。1000万人以上いることになってますけど、絶対に1000万人いません。九州の本当の人口は300万人いるかいないかです。台湾もそれぐらいですよ。もともとの人口表記が、第二次世界大戦前の朝鮮半島と台湾と満州国。満州国なんて、首都北京の近くまで含まれるんですよ。だからそのあたりは人口そこそこ密集地なんですけども、そういったところ全部含めて1億人ちょっとぐらいで、フィリピンまで含めて1億2000万人ですから。それ今何テレビで言ってるんですから。人口1億2000万人だとか。
もう呆れて、もうどうしようもないでしょ。なんでそれを高級は入れるんですかっていう話になるんですけども。だからまあ、頑張ってみんなで、効率化、正しい意味での効率化、その資源をできるだけ、消費しないような効率化を進めなかったら、これもう、もう手に負えない方向に、こう、ずーっと進みますから、もう何度もっていうところですね。結局僕が何も言い出さなかったら、多分ガソリン車の生産停止発表できてないですよ。ずっと作り続けてる。で、その辺に不法投棄してる。河川とかの撮影行った時にもうはっきり分かってますから。日本全国で、ああ、もうこれ1万台ぐらい不法投棄してるなんて、実際の今の国境内の人口は3000万人いるかどうかも怪しいのにっていうところです。だって四国なんか高校野球で一番たくさんエントリーしてきてるのは愛媛県で48校ぐらいですよ。他徳島県は20校ぐらいか30校ぐらいですね。だから面積見てもらったら分かりますよ。あ、そりゃそうだなって。兵庫県は多い方で170校ぐらいですね。だからそのデータも、実際そこの学校に通学してる人たちの数っていうものは減ってるんじゃないかなと思いますよ。昔からある高校とかでも、まあ、これはもう世の中の実態ですね。以上です。